はい、おはようございます。おはようございます。ですね、昨日の動画のコメントにですね、はい、こんなご質問が、来ました。はい、友達が美容師になるために今働いている職場を辞めるそうです。美容師になるためには専門学校に行くのか、それともお店に見習いとして雇ってもらいながら覚えていくのか、どのような方法がいいと思いますか。動画と関係なく真面目な質問ごめんなさいということで、いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なるほど。ということでですね、まあ、ここは一応もう僕たちは一応プロですから、はい、しっかり真面目にね、はい、お答えしようと思って、今日まあちょっと朝のうちに、このご質問に答えようというので今動画を撮っておりますが、はい、まあ、ちょっとね、この質問だけだと、例えばね、今ここに友達が美容師になるために今働いている職場を辞めるそうですっていうことなんで、うん、まあ普通に考えるともう今別の仕事をしていて、うんうん、美容師さんになりたいなと思って、まあ今の仕事を辞めてこれから美容師さんを目指すということだと思うんですけど、うん、はい、なので例えばこのお友達が今例えばおいくつぐらいの方なのかとか、うん、まあそういう細かいことがねちょっとわからないので、まあいろいろこうこれもその年齢だったりとか、まあそのね、お友達さんがなんで美容師になりたいと思ったのかとか、まあそういうこう細かいことによってお答えはね、こう少し変わってくるところはあると思うんですけれども、うん、まあそうですね、まあ通常だとだいたいこう高校卒業して専門学校に行って、うんうん、で今はまあ専門学校がもう2年生ですから、はい、学校卒業すると、まあ、自動的に試験を受けて、まあ、合格すればもう免許が取れると、うん、いうことですね。はい、なっちゃんはまあ専門学校を出て、はい、免許を取って、まあ、今働いてると、はい、いうことですけど、まあこれはねいろいろありますが、うん、まあ、少なくとも例えば今のご質問だと、その一つの仕事を辞めてこれから美容師を目指すと、うん、これね本当にクソ真面目に言うと専門学校行くのは若干もったいない気はしますね。まあ正直に言うと専門学校で習うことっていうのは、この決して現場で、通用する、もしくは現場で働くための知識や技術ではなくて、うん、あくまでも資格を取るための、まあ、勉強ですね、うん、がほとんどだと言っていいでしょう。うん、言い換えれば教習所に行って車の運転免許を取るのと基本的には変わらない構造だと思ってください。車の免許を取ったからといってじゃあレーサーにいきなりなれるかって言ったらなれないわけですし、うんうん、あくまでもそれは公道で車を乗ってもいいですよという許可を得た、うんうん、免許っていう言い方というよりは許可に近い感じだと思います。なので美容学校を出て、美容師の資格を取ってもそれはあなたは美容師として働いていいですよという資格を得たっていうことであって、こう免許を取ったイコール技術や能力が認定されたということではないんですね。うん、なので学校を出て免許を取っても結果的には、入ったお店に、よってそこでまたそのお店お店の技術だったり考え方だったりを、うん、まあ、覚えていかなければならないので、そう考えると、もうお店に就職して、いわゆる通信ですね、通信制というものを使って、今だと通信だと3年かな、はい、おそらく。なので学校だと2年で資格は取れるけど、通信だと、3年免許取るのにはかかります。ただもう通信だともうお店に就職して現場にいるので、まあ、そのお店の考え方とか、まあ、そのお店のやり方っていうのは、学校に行ってる子たちよりも早くこう、まあ、勉強することができる、うん、まあ、もちろんその資格がないので、はい、お店でやれることっていうのはまあ限られてくるところはあると思いますけど、うん、でもまあもう現場レベルの、勉強をもう最初からできるっていう意味では、うん、資格をもう取った頃にはもう3年間そのお店で働いてる、まあ、実績がもうありますから、うん、もう免許をも取ったら即戦力として、まあ、そのお店で活躍していくことができるというふうに
思います、はい、うん、なので本当に一日でも早くこう美容師として、まあ、腕を上げたい、成立したいと思うんであれば、まあ、ましてやこう今ねもともと別の仕事をしているところから始めるという意味では、うん、まあ、他の高校卒業して専門学校行ってっていう子たちよりも、うん、やや、ね、遅いスタートになるので、うんうん、まあ僕だったら通信制で、もう現場に入ることを、おすすめします、うん、かな。そうですね、ね、うん、なっちゃんはちなみにその専門学校に、うん、通ってた、はい、今にして思えば、うん、メリットって何ですか。メリットといえば、うん、まあ、その同期の子ができるっていうのと、うん、まあ、あとあんまりこうサロンでは体験できないような授業、例えばなんだろう、コンテストとか、まあ、でも友達ができるっていうの楽しかったっていうだけで、そうだね、実際サロン入るともう全くお店によってやり方が違ったりするので、うんうん、実際はもう本当に一からスタートっていう感じなので、うんね、うんうん、まあ、メリットって言ったら、まあ、本当仲間ができて、こう例えば、まあ、違うサロンで、うん、お互い勤めたとしても、うんうん、例えばたまに会ってこういうお話ができたりとか、 そうだね、それぐらいですかね。そうだね、だから実際は、うん、まあ、簡単に言うとやっぱり学校に行くメリットっていうのは、一つはやっぱり、まあ、仲間ができる、うん、友達ができる、はい、うん、まあ、そういうのは一つのメリットなのかなというふうにはまあ思いますよね、うんうん、はい、ただまあ友達って言ってもやっぱりそんなにいっぱい残るわけじゃないので、うん、まあ、ただその一人でも二人でも自分の同期に、うん、まあ、そういうふうにね一緒に頑張ってる子がいるっていうのはまあ一つの励みにもなるし、はい、まあ、もちろんその学生時代に、まあ、この仕事に限らずね、まあ、いろんなこう楽しい遊びをねたくさんするっていうことは、まあ、感性をね磨くという意味では、まあ、無駄ではないけど、うん、うん、まあ、今の仕事を辞めてまでこの世界に飛び込もうっていうんであれば、まあ、今はもうそっちよりは早く現場に入るっていう方が、まあ、僕はいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい、うん、で、まあ、そのお友達の方に、うん、まあ、この動画を見せてもらってもいいし伝えてもらってもいいんだけど、やっぱりね、そのせっかく、まあ、どういう理由というか動機でね美容師さんを目指そうと思ってるのか、まあ、わからないですけど、うん、当然ながら今の時点でそのお友達はカットはもちろんシャンプーすらできない、美容師としての力っていうのはもう全くゼロと言っていい状態なわけですよね、うん、にもかかわらず美容師がやりたい、一番大切なのはその今抱いているその美容師をやりたいっていう気持ちですね、初心ですね、それがその子の初心ですから、うんうん、でやっぱりこう長くこの仕事をしていると必ず誰でもその自分の自信にこう不安を感じる時期、自分がこの仕事を本当にこうできるのかっていう、こう不安に駆られる時期、うん、もしくはこう、まあ、簡単に言えば挫折とか、まあ、そのしんどい時期っていうのは必ず来ます。だってカットもできない、カラーもできない、パーマもできない、シャンプーすらできない人がこれからこれをやろうとするんだから、やっぱりそのものを身につけていく中で自分が思うように身につかないストレス、思うようにできないこう自分のこう不甲斐なさとか、こういろんなこう壁っていうのがこう必ず出てくると思うんですよ、うん、でもちろんその時にこう仲間だったり先輩だったりこう、まあね、お師匠さんに当たる人だったりっていろんな支えはあるんだけど、はい、やっぱり一番最後に大切な支えって、うん、こう自分がこの仕事をやりたいって最初に思った時のこう自分の初心が大事なんですよ、うんうん、だん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 人間いろんなこと考えていろんなぐちゃぐちゃしてくるんだけど、そもそもなんでこの仕事がしたかったの、そもそもあなたは何がやりたかったのっていうそもそも論が自分を支えるんですよね、うんうん、だから僕なんかはたまたま自分が影響を受ける師匠に出会って、あ、こんな人間になりたい、うんうん、それがたまたま美容師だったんだよね、うん、でこんな素敵な人になりたいって思った、うん、だからカットが上手いとか、はい、まあ、いろんな技術ができるっていうのは、うん、そんな人になりたいっていうことのこう一つ一つのツールでしかなくて、うんうん、
僕の大きな本当にこう目的っていうのはやっぱ美容を通してこう素敵な人間になっていきたいっていうことだったんですよね、うん、僕の場合は、うんうん、まあ例えばそれは人によってその最初の動機はみんな違うと思うんだけど、うん、例えば純粋にこう誰かをきれいにしてあげたいとか、うんうん、美容師っていう仕事がもう単純に好きだとか、うん、憧れたとか、まあ、何でもいいんだけどね、うん、とにかくその今仕事を辞めてまでやりたいと思ってる思ったっていうその今のその自分の気持ちをこうこれからもこう忘れることなく、うん、こう何か困った時とか苦しい時はその自分の初心にこういつもちゃんと目を向けれるように、うん、こう今日の気持ち今の気持ちをまあ何かに書き留めてもいいしこう仲のいい友達に打ち明けてもいいしなんかそういうことが多分こう本当にこの仕事を目指すんであれば、うん、すごく大切になってくるんじゃないかなというふうに、まあ、僕は、思っています、はい、まあ、厳しいことを言うようですけど何度も言うけどこう今自分にない能力を身につけていかなきゃいけない仕事なので、うん、どんな人でもそれは大変です、うん、自分が思ってるよりも自分がうまくできないことなんてもういっぱいあるし、うんうん、まあ、正直言えば僕は未だにこう自分のカットがこう必ずしも全然うまいとは思ってなくてもっとうまくなりたい今日もあそこがいまいちだったそれはもうお客さんには多分わからないレベルだし、うん、なっちゃんから見てても多分わからないレベルだと思うけど、はい、自分の中では今日もあそこがうまくいかなかった、うん、もしくはもっとああいうふうにしてればよかったんじゃないかとか、うんうん、もう日々その自分ができたこととできないことをこう自分がこう行ったり来たりしながら、うん、精進をしている、うんうん、でもそういう生き方が好きで僕はこの仕事をしている人生が、まあ、楽しいっていうふうに思ってるんで、うん、まあ、結果僕には向いてるなって自分でも今は思ってる、うんうん、でなっちゃんみたいに若い時っていうのはすごくやる気はものすごいあって、はい、頑張ろうって思うんだけど、はい、こうその気持ちが強いがゆえにできない時とか思うようにいかない時って、うん、またこう苦しいっていう実感が強いんだよね、うんうん、はい、うん、でその苦しいの実感が強くなりすぎると、うん、もしかして私って向いてないのかなとか、うん、なんかそういうふうにこう不安とか自信がなくなってくるんだけど、はい、まあこの仕事に向いてる人とか向いてない人って全然いなくて、うん、まあこれはこの仕事に限らないと思うんだけど、うん、なんかこう結局向くとか向かないってよく言うけど向くも向かないもないんだよね、うん、自分が向くか向かないかなんですよ、うん、自分が美容という仕事に仕事からこう目をそらすかそらさないか、うん、自分がそらしちゃえば向かない仕事なんですよ、うん、自分が目をそらさなければそれは自分に向いてる仕事なんですよ。こうつまり、はい、仕事は僕らはずっと見てるんですよ、うん、僕の方向いてるんですよ、うん、なっちゃんの方向いてるんですよ、はい、その人の方向いてるんですよ、うん、自分がそこから目をそらすかそらさないかが向いてるか向いてないかなんで、うん、まあ、この仕事に向いてる向いてないは僕はなくて、うんうん、ちゃんと自分のやりたいという気持ちとそして自分にこう課せられた課題から、うん、きちんとこう目を背けずに続けることができる人はみんな美容師に向いてる人だと思うので、どうかそのお友達にはこう、はい、美容師になりたいって思った自分の気持ちを大事にして、うん、あとはそのこれからいろんな、ね、出来事があると思うんですけどそこから、うん、まあ、目をそらさずに継続していく、うん、続けていくってことが多分この仕事を成功させる、まあ、秘訣だと思うので、はい、まあ、もしね本当にこの仕事を目指すんであれば、うん、とてもねいい仕事ではあります。いろんな人に喜んでもらって、うん、いろんな人に必要とされて、うん、やりがいはすごくあるんだけどやっぱりそれに応えていくっていうためにはこう自分自身がいろんなことをこう課題として向き合っていかなきゃいけないので、うん、まあ、そういうのが好きな人にとってはすごく楽しい仕事だと思います、うん、で、まあ、最初に戻りますけど本当に一日も早く美容師としてこうお客さんにこう関わっていきたいと思うんであれば、うん、まあ、僕はどっちかっていうと通信でお店に入って、しっかり勉強していくっていう方法が、望ましいのかなというふうに、思っています。あとはもうねそのご本人
が決めていけばいいとは思うんで、もちろん専門学校に行って免許を取るっていう方法も全然間違ってはいないと思うし、うん、そこで出会った人たちとのこういろんな影響も多分またあると思うんで、どっちでもいいと思うんですけど、ただやっぱりこう仕事を辞めてまで目指すんで、こう一日一日を無駄にすることなく学校に通うにしても、こう他のこう普通に高校生から専門学生になった子たちとは少し違う意識でこう取り組んだ方がまあいいと思うので、まあぜひねそういうふうにアドバイスをしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ今日今これ朝撮ってるんですけど、まああのいつものね夜発信してる動画とはちょっとこう雰囲気が違う、まあ、真面目な質問で僕らも真面目にそこは答えたかったので、今日はまあちょっとね、まあ、特別トークとして、こちらをね、動画に上げたいと思いますので、まあ、ぜひご参考にしていただければなというふうに思います、はい、ではまた、夜の動画でお会いしましょう、お疲れ様でした。お疲れ様でした。